パンツいただきました。何投資してるのよ。これ絶対バグでしょ。これはアメリカの駆逐艦マハンの深海化した姿のパンツです。いやだから、普通の人はキャラを紹介するの。なぜこの動画ではパンツ紹介になっているのよ。メニューに戻ろうとして消える一瞬、素体の方がパンツ履いてることに気づいてね。やはりパンツはみんな気になるだろうし。そんなバグみたいな仕様に気づくって、パンツにどんな動体視力と集中力発揮してるのよ。もっと他に活かしなさい。そもそもマハンって持ってたっけ？どうやらミニウシのキャラでも最高次のステータスが確認できるらしい。通常、深海かどちらのグラフィックも確認できて、声優さんもわかるようになってるよ。そういうことか。キャラ評価の時便利ね。ただ序盤だし、やはり戦力を整えたい。そこで今回はガチャの仕様、リセマンについて確認します。特にガチャの排出率はみんな気になるだろうし。考察はもういいって。リスマラポイントについて、どのゲームもそうだけど、ガチャを一気に引くには序盤のチュートリアルを終わらせる必要があるんだよね。そのタイミングを確認していくよ。まずはシナリオから始まります。ここはスキップボタンがあるから、スキップしたら効率が良くなるわ。スキップすると次は最初の戦闘に入ります。ここはチュートリアルの戦いだから、できレースだよ。戦闘はスキップできないので、ここはリスマラするなら何度も経験するところ。ちなみにどうでもいいけど、チュートリアルではいきなりみんなレベル99だけど、こんなレベルの編成ここ限定だからね。あと映像は編集して4倍速にしているけど、もちろん実際は10倍速だからね。まあスキップできないところは焦らずゆっくり進めましょう。またシナリオが始まるよ。ここでスキップ可能に。スキップできないのは選択肢の入力場面、質問にはちゃんと答えよう。自分のアバターもちゃんと決めよう。戦闘のチュートリアル、指揮官情報を入力した。次はガチャのチュートリアル。お、ようやくリセマラポイントか。いや、ここでは単発だけのガチャだし、出てくるキャラは SR のハーミールが確定だよ。もしかしたら日本版ではキャラが変わるかもしれないけど、台湾版では何度やってもハーミーズでした。航空母艦ハーミーズである。強者の守護神であり、勝利の最低者でもある。指揮官、あなたは勝利を望むか。ハーミーズをお迎えしたら2度目の戦闘のチュートリアル。今度はメインステージのチュートリアルだね。実際のステージを進めて今後のやり方を覚えよう。スキップボタンがないから、ここはスキップ不可か。まあ連打タップすれば説明は飛ばせるから、イライラせずに進めてね。そこから2回目の戦闘、ここもスキップできないので進むのを待とう。ちなみにこれはドロップ缶だね。 R のモガミなんかも落ちたけど、ガチャですぐ入手できるんで、ここのドロップはあまり気にしなくていいです。次はキャラのレベル上げのチュートリアル。親潮のレベルがここで問答無用でレベル5になります。レベル上げは簡単そうね。プレイヤーレベルと同じまでは素材で楽にレベリングが可能なパターンか。3度目の出撃チュートリアル。今度は金券についてのチュートリアルだよ。やったことある人はドールズフロントラインをイメージしてくれたらいいと思う。キャラを移動させて敵の攻撃を当てにくくしたり、前進させて攻撃力を高めたりできるよ。戦闘自体はさっきから変わらず、デッキレースなので何もしなくても勝てるよ。戦闘の2倍速やオートモードの切り替えもできるからね。何度もリセマラやるときは戦闘シーンがトイレ休憩タイムになりそうね。ここまで来たらもう少し。あと残ったチュートリアルはこのゲーム最大の特徴である深海化。チュートリアルで単発で引いたハーミーズだけど、ここで深海化することになるよ。多分このチュートリアルがあるからハーミーズは確定だったんだと思う。私は競技と秩序の使者である。勝利を手にしたいなら私の指示に従え。冗談だ。君のような強者はなかなか興味深い。これが理性を失わない覚醒というやつか。パンツ見れないかな。パンツはもういいわ。
て、また出撃のチュートリアル。これで4度目か。なかなかガチャを回すまで長いわね。あ、でもここは出撃するふりをするだけでごまかせるから大丈夫。私からの説明はここまでとします。やたら出撃を促されるけど、一度出撃ボタンを押して戻ればようやく解放されて自由になれるよ。指揮官の、ふう、これでようやく自由ね。実際スキップしながらやってると10分かからないくらいかな。さあ、配布の素材を回収して、できるだけガチャを回すわよ。ガチャの種類だけど、まずは新任指揮官限定ガチャ。10回の中で3種類の SSR が1人が確定でもらえる嬉しいガチャ。最初はここの源泉でリセマラしても良さそうだね。出てくるキャラは。アドミラルヒッパー級、10巡洋艦で、一番下の妹、ギュッツォーです。多分、私のこと聞いたことないですよね。A 級駆逐艦アケロン、あなたの力になれますように。宇宙戦艦ヘレナ、異常電波をキャッチしました。これが地球人の周波数なのですか。注意だけど、10例以内で3人のうち1人の SSR が確定だから、ここは単発で引いてガチャ券を温存しよう。10回のうちどこかで SSR 確定だから全部回す必要はないよ。私は2回目でヘレナを迎えできたし。SSR が来ると金色の光が出ていたわね。ちなみに SR だったら紫、 R だったら青色の光が出てくるわよ。宇宙戦艦ヘレナ、異常電波をキャッチしました。これが地球人の周波数なのですか。あと8回のチャンスがあるけど、残りは SSR 確定ではなく通常ガチャでの出現になるよ。確定じゃないんじゃ、早々に引いたらこのガチャは意味ないわね。いいって言うなら、このガチャの SSR は3人固定だからね。残りの挑戦回数で SSR が出たら3人に絞ったガチャとなるので、狙い撃ちしたい人にはおすすめです。まあ後回しでいいけど。次は期間限定建造。私は台湾版を途中から始めたので、プリンツオイゲンがピックアップ中だったけど、日本版でリリース時にどうなってるかは分かりません。ただ私はこのオイゲンを狙ってリセマラをしました。へぇ、結果はどうだったの。A 級駆逐艦アケロン、あなたの力になれますように。うわぁ、私はライプツヒ級軽巡洋艦の一番艦ライプツヒ。いつも運が悪くて、でもお仕事はちゃんと頑張る。うちはフレッチャーニャ。あんたがうちの長官かにゃ。うちは銀翼で最も優秀な戦士の一人なんだにゃ。ごきげんよう、指揮官様でございますか。私はバラ帝国の航空母艦ユニコーンでございます。修理の準備はできてございますわ。いつでもあなた様のご指示に従いましょう。私がこのタイミングで始めた台湾版の場合、配布ガチャ券と無償クリスタル消費で1回につき30連分ガチャができたんだよね。そして今流したのがリセマラを含め7つのアカウントで出てきた SSR。 210回のうち4人の SSR か。このゲームの排出率は最高の SSR で 4% だから低くはないと思うんだよね。しかもピックアップ排出率は 15%。 なんだ、結構高いじゃん。それなのにこんなすり抜けしてるのかよ。これはウプ主の運がないだけね。私はライプツヒ級軽巡洋艦の一番艦ライプツヒ。いつも運が悪くて、でも
お仕事はちゃんと頑張る。運が悪いのは私も負けてない。リセマラ8回目、すり抜けの上2人目のライプチヒが出てきたよ。ピックアップさん、この私こそアドミラルヒッパー級3番艦プリンツオイデンよ。バラのやつをいじめたくてもう待ちくたびれていたの。ただ同じリセマラ8回目のアカウントの最後でプリンツオイデンをお迎えしたよ。ふう、同じチュートリアルばかりつらかった。ちなみにキャラ1人につき10個このアイテムをもらえるんだけど、集めるとショップでも交換可能なようなので、ピックアップにも天井ありそうだね。200年でピックアップ感が確定。このアイテムは普段から貯めることができるのか、また調べときます。あと支援募集ってのがあるけど、ここはレベル12から解放なのでリセマラには関係なし。ピックアップ以外が欲しい場合は全監修募集可能なガチャもあるので、こちらもいいかもね。とまあ、ブラックサージナイトのリセマラ手順とガチャについて先に予習しておきました。リセマラもそこまで長くないし、ガチャの排出率も渋いというわけではない。ガチャ券やクリスタの溜まり具合はプレイしながら調べておきます。最初はいつも手探りよね。まあタイミング的にピックアップ感をお迎えできるタイミングだったから、動画編集ついでにリセマラもできてよかったわね。すり抜けのおかげでいろんな SSR も紹介できて結果オーライだったね。というわけで今回はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。あなたの登録でモチベーション、チャンネル登録お願いします。